エビ新庄揚げ新庄とは、日本料理の一つ。諸、新虫、新竹といった表記もされ、新庄と呼ばれる場合もある。エビ、カニ、魚の白身などをすりつぶしたものに、山芋や卵白、だし汁などを加えて、味をつけ、蒸したり、茹でたり、揚げたりして調理したもの。お吸い物やおでんの具にしたり、直接薬味をつけて食べるなどする。エビを使ったものを、エビ新庄。 カニを使ったものをカニ新女という風うに呼ぶ。八百前の四代目、当主、栗山前四郎によって表された江戸料理の混立集、料理通によれば、卵の白身だけを加えたものを、かばぼこ、山芋と鶏卵の白身を加えて練ったものを新女と言うとされている。似たものに半辺があるが、これは吸った白身魚におろした山芋を加えて練った。 もので、主に関東で食されていたものである。家庭料理などでお吸い物の具として、エビ新庄を供する場合のレシピを一例としてあげる。市販されているはんぺんを細かく切って、ミキサーにかける。むきエビ、卵白、山芋、昆布だし汁などを加えてよくすりつぶす。それを適量を取り分けて、お手玉くらいの大きさに丸め、片栗粉をまぶす。蒸し器で10分ほどふかす。 栗山善志郎、料理通、河の母子、早稲田大学図書館、2014年9月17日閲覧。栗山善志郎、料理通士、んじよ、和田大学図書館、2014年9月17日閲覧。ありがとうございます。